六号町は秋田県の中央部に位置した町。2004年11月1日に千畑町、千南村と合併し三里町となった。中心市街地は六号線上地の先端部にあたり、県内では名水の地として知られ、大あ六号、大あ有田に遊水地が78カ所ある。それぞれ、清水の名称がついており、町民の生活に溶け込んでいる。 町内の清水は、名水百選に選定されており、最近は、観光面でも注目されるようになってきた。上流部の黒森山一帯は、水源の森百選に選ばれている。大技、六号東根の石田周辺が、扇状地の扇長部にあたり、山間部と平野部の境界にあたる。戦王部の野の中、秋田地の若つては、水の得にくい地域であり、畑作や、 馬さんが盛んであったが、昭和20年代後半の田沢疎水の開通後は、水田化が進んだ。なお、戦前の秋たちのは、臨時の飛行場として用いられたことがあり、太平洋戦争開始後は、軍用として整備する計画があった。西方の本館地区は、水田が広がる古くからの米どころであり、室町時代から戦国時代にかけては、六号城のあったところである。 町内には南北町時代の痛みが多く分布し、浄土宗の東光山本学寺に、平安時代初期の上岸の社経、白雲聖人画像、浄土新宗の宝坊山寺四学寺に、伝平正門の人幕があり、各寺院に伝わる寺法には古く、貴重なものが多い。中心市街六号の東方に、熊野神社、西方に、秋田スワグルがあり、それぞれ格式高い古社である。 前者は8月下旬の全県掛け歌大会、後者は2月中旬の6号の鎌倉で知られる。初代藩主の父、佐竹義重が、東方からの防備のため周囲から仏教寺院を集めたため、中心市街には26の寺があり、人口に比べて、寺の多い町、寺の町というイメージが強い。近世では、宇宙街道の宿駅として栄え、久保田藩、津軽藩の本陣が置かれた。 名水と秋田米を利用した日本酒醸造業が盛んで、春霞、八千代、奥清水の三つの蔵元しか残っていないが、かつては京の酒造店の国の誉れ、心柱梅し作り店の心柱梅などの蔵元があった。京方年間には、六号川内池、高野五百軒中十九軒の酒屋があり、互屋が十五軒あったと記録されている。京では、 サイダーなど清涼飲料水の生産も盛んである。江戸時代の佐竹市久保田藩領にあっては、裕な町として知られ、久保田、横手、大館の三条下町以外では、唯一自称が許された。また、小西五福、湯川五福、栗林五福など周辺町村からは、五福店の多い町としても知られていた。高梨村原井伝出身の五島中街は明治から、 昭和初期にかけての文学者として知られるが、作家として巧妙になった後の大正年間に、六号町長を2期8年務めている。六号町は横手盆地の東に位置している。町の中心部は西寄りにあり、東部は戦場地や山岳地帯が広がる。隣接していた自治体は以下の通り。明治初年の国高は以下の通り。 高等学校、中学校、小学校、畠山久左衛門5月14日から1893年5月13日、畠山久左衛門5月14日から1896年1月31日、辞任。今京の幸之助3月12日から1898年3月、辞任栗林七兵衛4月7日から1901年2月28日、病気辞任 畑山久左衛門4月1日から1905年3月31日。畑山久左衛門4月17日から1909年4月16日。畑山久左衛門5月17日から1913年5月16日。畑山久左衛門5月21日から1915年3月31日。辞任。 湯川達次つ4月24日から1919 19年4月23日。心差しら梅め。後藤虎之介4月24日から1923年4月23日。後藤虎之介4月24日から1927年4月23日。寺田隆三6月14日から1931年6月13日。 寺田隆造6月14日から1935年6月13日。寺田隆造6月14日から1939年6月13日。藤井新八郎6月14日から1942年3月26日。辞職。湯川岩造4月1日から1943年10月21日。昇集湯川五福。 高橋哲之助7月27日から1944年10月16日。病気退任。小西武次郎10月30日から1946年2月18日。小西五福赤坂東黒ま4月2日の1947年4月3日。中川正春4月22日から1951年4月14日。 高橋誠一郎4月24日から1955年4月30日、泉田志郎4月24日から1964年6月5日、柳田章二郎7月12日から1980年7月11日、近藤元一7月12日から1988年7月11日、京の大蔵7月12日から1996年7月11日、 坂本茂弘、7月12日から2004年10月31日。ありがとうございます。